考え方に党とギャップがあると話し、離党する考えを表明しました。立憲民主党の山尾志織衆議院議員は記者会見を開き、離党する考えを表明しました。山尾氏は先週成立した新型コロナウイルスの感染拡大に対応するための特措法改正をめぐって党の方針に反して反対票を投じました。 これに対して執行部は山尾氏から事情を聞いた上で処分について検討するとしていました。